こんにちは山瀬のフリベです今日はねこちらの宇宙飛行士のフィギュアがあります、えー、ここにね下のところに、えー、カール・ツワイス・ビジョンって書いてあります人類のね初めての一歩のこの写真わかりますかこの写真をね撮ったレンズがツワイスのレンズなんですねこちらのね、えー、宇宙飛行士のこの写真もね、えー、ツワイスのレンズで撮影されていますえー、1969年7月20日っていうことで、えー、今年ねちょうど50周年 ということでね、えー、ツアイスさんがね、キャンペーンを今行っています、えー。ツアイスのドライブセーフレンズですね、えー。薄暗いところでもより良い視界を得る機能、そして、えー、夜間の眩しさを抑える機能、そして、えー、見たいところをですね、えー、正確に早く、えー、快適に見ることができる機能をですね、備えたドライブセーフレンズっていうのがあります。こちらのレンズをですね、えー、お買い求めのお客様にですね。 えー、こちらの VR グラスですね。えー、ツアイスのオリジナルの、えー、VR グラスを差し上げます。えー、こちらですね。えー、ここに、えー、スマホをね入れるところがあって、そこにこう入れて、えー、見ると、えっ、ー、と VR のねアプリ、えー、そして VR の YouTube をご覧いただくことができます。そしてあの。 ツワイスがアプリで今、用意してあるドライブセーフレンズを見ることができるアプリがあるんですね、そちら、の山線に用意してありまして皆さんに体験していただくこともできるようになっていますのでぜひそれも体験してみてください、体験の方はは無料でいつでもできます、ぜひ山線でツワイスのレンズ、体験してみてください。 お待ちしてます。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画を気に入っていただいたらサムアップ、いいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。では、また。